番満席だ。イーストバーサスウエスト。バイクもいいが馬もいいな。お家までこれで帰ろうか。それは素敵な提案だ。ストップ。進路変更だ。うわ、あらじゃん。あ、人が吊るされてるよ。何？はっ。おい、大丈夫か？そこの人、お願い、助けてください。よし、来た。今、下ろしてあげよう。えい。大丈夫？お姉ちゃん。なんとか。いや、すまない。怪我はないか？助けてくれてありがとうございます。私はこの村の村長の孫娘、忍びです。忍びお姉ちゃん？はい。なんだか、本当の西部劇って感じだ。でも、忍びお姉ちゃんの格好は西部劇って感じじゃないね。これは忍者装束なのよ。どうしてウエスタン村で忍者なの？話せば長くなるから。ほう、ではどうして君はあんなところに吊るされていたのかな。奴らの仕業です。奴ら？そう、この町を乗っ取ろうとする鬼地獄組の。鬼地獄組？にゃん。あれが私の家です。あそこだけ時代劇みたいだな。ただいま。おじいちゃん、おじいちゃん。キャー。あれ。お見事。あなたは？わしの名は葉隠源十郎、この村の村長じゃ。お主は？ささみのパパ、銀次です。ささみです。にゃん。これりょうちゃん。この人たち、門に縛られてた私を助けてくれたの。何？また鬼地獄の奴らに捕まったのか。ごめんなさい。不甲斐ない。何やら事情があるようですが、よろしければ話を聞かせてもらえますか？さあ、お上がりください。もともとここは小さな普通の村じゃった。だが過疎化で人がどんどんいなくなってな。そこでわしらは村おこしとして観光用に忍者村を始めたのじゃ。忍者村？うん。人々は皆忍び装束に身を包み、屋根から屋根を伝い歩き、挨拶代わりに手裏剣を投げる。そんな素晴らしい村じゃった。素晴らしいの？なんとなく素晴らしい気もするな。じゃが交通の不便もあって観光客は全く来なかった。そんな時、わしの生涯のライバル鬼地獄のやつが村を乗っ取ろうと動き出した。なるほど、それがさっき言ってた。ええ、私を吊るしたやつです。鬼地獄は手下と共に村の人間を騙し、忍者屋敷を壊してウエスタン村を作りおった。あの西洋かぶれ目が。しっかりして。かまうな。心配よりも忍術の修行をしろ。だって私、お兄ちゃんみたいに才能ないし。ビンパチの話はするな。忍者だってかっこ悪くて安なんぞと抜かして出て行きおった。とんでもないとこへ来たみたいだね。はあ、お兄ちゃん、今どこにいるのやら。どこにいようと知ったことか。ここにいるよって。お兄ちゃん、一発。危ない。危ない。お兄ちゃん、やめんか、このたわけ者。久しぶり、忍び。じっちゃん。お兄ちゃん、その格好。貴様、ウエスタンに魂を売り売ったか。忍者村村長の孫でありながら。じっちゃん、忍者なんて時代遅れだよ。
ナウで生かしたヤングメンにはアメリカンにアピールしなきゃ。その通りだ。鬼地獄。邪魔するよ、ゲンさん。土足で上がらないでください。あ、失礼。俺はいつもアメリカンなんでね。組長、構わずおくつろぎください。汚ねえところですが。ビンパチ、この悪党についたのか。だってやっぱ銃ってかっこいいし。今日こそはいい返事を聞かせてもらうぜ。この屋敷取り壊させてくんな。断る。この忍者屋敷はわしの命じゃ。おいおい、ゲンさん、ここは今おしゃれなウエスタン村になろうとしているんだぜ。残ってる屋敷はここだけなんだよ。貴様が無理やり建て替えさせたのじゃろうが。ウエスタン村に忍者屋敷があっちゃおかしいんだよ。わしの知ったことか。忍者なんて時代遅れなんだよ。若者をゲットするにはアメリカのナウなアフィーリングが必要なの。ビバアメリカ、ウエスタン最高っす。かわいい孫もこう言ってるじゃねえかな。いい加減ここを明け渡してくれよ。断る。わしの目の黒いうちは断じて毒物か。源十郎さん、あんたがいつまでも意地を張るってのなら、俺は悲しい選択をしなければならねえ。なんじゃ。死人に口なしってやつだ。組長、何もそこまで。おめえは引っ込んでろ。どうだ、源さん。忍者は脅迫などに屈せぬぞ。あ、そうかい。相変わらずいい男ぶりだな。墓標には忍者を貫いた男ここに眠ると刻んでおくよ。おう。えい。ちょっと待った。誰に。なんで。おめえはささみのパパ、その名も河合金次だ。娘のささみです。にゃん。うちのペットのりょうちゃんです。そのほかほか家族が何のようだい。鬼地獄さん、あなたは卑怯な人だ。なんだと。動けないご老人を多勢で暗殺、天草へ土地まで奪うとは、これが卑怯でなくて何が卑怯だ。俺のやり方に文句があるってのか。あなたが本当に西部劇野郎なら、西部式の決闘で決めようじゃないか。忍者さんチームとガンマンさんチーム3名ずつの代表を出して勝負し、負けた方が言うことを聞く。どうですか。面白い。いいだろう。で、そっちのチームは誰が出るんだい。わしが。おじいちゃんは動けないじゃないの。私が出るわ。すまん。あと2人はどうする。僕とこのささみがお相手します。私。よし、話は決まった。こっちはこの俺とビンパチが相手をしよう。え、俺がっすか。おうよ、おめえが本当にウエスタンに魂を売ったのか見せてもらうぜ。オッケーっす。問題ないっすよ。このボケナスが。お兄ちゃん。それで後の一人は。こんなこともあろうかと用心棒を雇っておいたのよ。あ、先生。ミサ、どうしてここに。何を今さらサプライズ。ササミチュアンの行くところ常にミサの姿あり。これ宇宙の常識よ。ちょっとミサ、鬼地獄さんの味方してるの。だってウエスターンってアメリカンな感じで私のフィーリングにバッチリフィットなんですもの。ミサ先生は日本でも有数の魔法少女。これで勝ちはもらったな。忍ちゃん、どうしよう。これより忍者屋敷の取り壊しをかけた三本勝負を行う。第1組、かわいささみ対ピクシーミサ。怖いよ。弾丸はペイント弾だし、こっちの手裏剣もお子様用の硬質ゴムだから安心して。俺の声に合わせて歩き、三歩目でミサは銃、ササミは手裏剣で相手を撃つ。当然当たった方が負けだ。分かったか。オーライ。はい。よし、行くぞ。両者構えて。1、2、3。勝負あり、ミサの勝ち。いや、嬉しいです。
敵に背を向けるササミチワンがおまぬけなのよ。へっ、しょうもなーほう。第2組、河合銀次対鬼地獄組組長様。2本目は早打ち勝負だ。俺を卑怯者と呼んだ罪、今思い知らせてやる。では、始め。何、何が起こったの。あの男、やりおった。どういうこと。ペイント弾を手裏剣で撃墜したのじゃ。くそ、これならどうだ。うわ、くそ。ジ・エンドだ。勝負あり、河合銀次の勝ち。これで1対1じゃ。忍び、お前に花船の運命がかかっておるぞ。はい。お兄ちゃん。あ、忍び。第3組、花船ビンパチ対花船忍び。この勝負も早打ちとする。始め。お兄ちゃん、どうして忍者が嫌になったの。だって忍者は暗くてかっこ悪いじゃないか。確かに忍者は年中黒ずくめで、屋根裏とか床下とか薄暗くてジメジメしたところにしかいないってイメージはあるけど、それを言ったらウエスタンだって時代遅れもいいとこじゃない。何、そうなのか。そうよ。お兄ちゃんずっとおじいちゃんと修行ばっかしてたから知んないんだろうけど、今時そんなビラビラした服着てたらバカよバカ。知らなかった。てっきりこれが時代の最先端だと。この女何を言いやがるの。お兄ちゃん、どうせならガンマンより忍者の方がまだマシよ多分。だからお願い、帰ってきて。忍び、何をやってるビンパチ。さっさとその女を倒せ。組長、でも。大事れて。あ、先生。おいおい、こうなったら一網打尽だ。丸ごとセットでやっちゃってくださいよ。オッケー。これがメスタイプ。ラブラブモンスター。ウェルカム地獄のタウンへ。ガンマ女、ここにいる皆様を恐怖のるつぼに叩き込んでプリーズ。パパ、なんとかして。すまん、手裏剣切れた。無事か。俺をかばって。ビンパチ、忍者はかっこよいぞ。じっちゃん。おじいちゃん。なにこのシリアスな展開は。ガンマ女、ちょっとストップ。わあわあ、こいつ暴走してるわ。ささみちゃん変身だ。地獄で会おうぜ、ベイビー。待ちなさい。
バイバイ。何？あれって変わり身の術？よし、サミ、今だ！じっちゃん、あ、ピンパチ、じっちゃん生きてたのか。はて、なぜ。おお、何がおかしいか。じっちゃん、忍者ってかっこいいな。あめでたしめでたしだね。おーい、サミー。お、あ、パパさん。悪い魔法少女さんが君にこれを渡してくれって。あ、はい、サミー。遅くなっちゃうんで今日はこれで帰ります。あ、今日はほんのちょびっとだけ。ありがとね。にゃほほ。ミーサ、ミーサったら。サミー、ところでササミの姿が見えないんだが。ああ、大丈夫だよ。ササミちゃんはサミーが助けましたから。そうか、ありがとう。それじゃあ、また来週。相変わらず爽やかさんだ。俺のウエスタン村が鬼地獄よ。あ、ゲンさん。笑うがいい。もう村おかしなんてやる気力もねえ。また忍者村でも何でも作るがいいさ。このたわけが、一度の失敗でくじけおって、お前のウエスタンは見かけだけか、西部の開拓者魂はないのか。ゲンさん。まあ、とはいえわしも間違っていた。争いは破壊しか生まぬ。これからは協力して村を盛り立てよう。ってどういうことだ。新たに忍者ウエスタンを作るのじゃ。インチキな時代交渉に派手なだけのアクション。忍者とガンマンが繰り広げる一大エンターテイメントランド。これは当たるぞ。ケンさん、こんな目にあってもくじけに。あんた男だ。男の中の男だよ。鬼地獄。ケンさん、ついてくぜ。で、まあこれはこれとして、恨みだけは晴らさせてもらうぞ。え、海長、朝日が昇っていきやすぜ。バカ、沈んでんだよ。あー、すっきりしたわよ。みんな、元気でね。ササミちゃんもね。ありがとう。俺、立派な忍者になるよ。そしてこの村を世界に広めるよ。